皆さんこんにちは、濱家の剣持です。今日はですね、ただいまトランクショーを行っておりますソリッドブルーからこちらの方 S143 並びにスクエアの144をご紹介したいと思います。こちらの方ですね、非常に立体的なフレームになっているんですが、よく見ていただくと鼻に乗せるこの形状がちょっと変わった形をしております。実はですね、こちらのフレームなんですけれども、日本製ではなくてメイドインジャーマニー、ドイツ製のフレームになっています。この肉厚感、ファクトリーのような肉厚感があるんですが、実は6ミリと6ミリという厚めの生地を貼り合わせて、さらに12ミリの生地から削り出しているという、そういうアイテムになります。ファクトリーでも人気の FA160 が実は同様に12ミリの生地から削り出しているというアイテムなんですが、ソリッドブルーのこちらもですね、同様にドイツ製で12ミリから作り出したという、そういうフレームになっています。実は去年の秋にですね、こちらの方の全く同じ形を日本製で、ハンドメイドで職人さんに作ったというアイテムも出ているんですけれども、不思議と掛け心地に関してはこちらのドイツ製の方が個人的には非常におすすめのアイテムになっています。こちらの方をかけたところもですね、実際に見ていただきましょう。トノー型というんでしょうか、ちょっとオーバル的なフレームなんですけれども、かけるとこのような表情になります。バイクに乗る時のですね、ゴーグルをメガネで表現したいという、そういうコンセプトで作られているアイテムになります。大きさもですね、非常に大きいフレームにはなるんですけれども、かけた時のバランスも取れているアイテムですので、非常におすすめのアイウェアです。こちらの方、形違いのスクエアの144というアイテムになります。こちらの方がですね、キリッとした表情を作り出すアイテムになっています。こちらもですね、掛け心地ちょっと癖になるような不思議な掛け心地になっています。こちらの方カラーなんですが、ブラックとこのクリアグレーの2種類がございます。こちらの方ですね、黒ですとちょっと重たいなという雰囲気も出やすいと思いますので、軽やかにかけたいということでしたら、こちらのクリアグレー、おすすめのお色になります。また同様に143にもクリアグレーがございます。こちらですね、こちらの方はこのような表情を作り出すカラーになっています。なかなか日本ではかけることのない、馴染みのない、花盛り形状のこのドイツ製のフレームなんですけれども、個人的には非常におすすめのアイテムになります。こちらの方143並びに144、ぜひお試しいただきたいアイウェアです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。